じゃあ、トランペッターのと申します。本日話そうかなと思うことはですね、メジャースケールのかっこいいフレーズだったり、あとはパターンですね、の練習をしていきたいなと思います。なんでこういうパターンの練習をするかというと、例えばクラシックの曲であったりとかっていうのは、全部ドレミファソラシドドシラソファミレドみたいな感じで作られないということです。はい。これは、確かにね、ドレミファソラシドドシラソファミレドとかっていうのはすごくその練習においては、音を覚える意味でもとても大切なことだと思います。なんですけれども、それだけでは音楽っていうのは作られなくて、いろんなそのインターバル、跳躍であったりとかっていうのを、いろんなパターンあるからこそ音楽になっていくわけですですね。なんだろう、まあ音を3度飛んだりとか2度飛んだりとかっていうのを、その飛ぶそのインターバルをなんとなく普段練習していて、それを感覚として持っている人と持ってない人とでは明らかにその差が生まれてきます。差とは何かというと、耳でちゃんと聞こえてて、頭でちゃんとその音を予測できる、てる人の音と、予測できていない、ただただ指だけ動かしている人の音っていうのは、かなり、音が変わってくると僕は思います。なので、この練習をすると、僕が思うにはですね、この練習をすると次の音がだんだんこう頭の中で予測できて聞こえてくるようになります。で、それはドリームファソラシドも一応聞こえてくるようにはなるんですけれども、もっと他のパターンですね、いろいろなパターンの練習の仕方をちょっと紹介していきたいなと思います。で、その紹介する例としては、まずまあドレミファソラシドってあると思うんですけど、それをですね、まあ、ちょっとジグザグに動くとかね、これは結構割とポピュラーなんじゃないかなと思います。ちょっとメトロノームをかけますね、みたいな。ちょっとごめんなさい、アップしてないからちょっとあれなんですけど、あとはですね、今ドミレファミソファラ、ドミレファとこう言ってます。じゃあ次はですね、こんな感じですね。まああと何種類かちょっとかっこいい、さらに、まあ、クラシックでも使えてジャズでも使える、いいスケールのパターンを、教えてきたらいいなと思いますので、ノートっていうね、なんかブログっぽいやつで、一応ダウンロードできるように、まあ、このまま見て自分で、どういう風な成り立ちかっていうのを、やって自分で書いてもいいんですけれども、もし面倒くさいとか時間がないとかっていうのがありましたら、僕書いて貼っときますので、ぜひそれをやってもらえると、かっこいいねアプローチができて、楽しく演奏できるんじゃないかなと思います。これはですね、ドレミファソラシド C メジャーとかね、C シャープメジャーとか D メジャーとか E フラットメジャーとか
全部、一応できるようにするとなおアドリブだったりとかには使えるんかなと。でこれを、他の曲とかでドミソシレファラドみたいなのを、使えるといいかなと。さっきのこうタラタタタラタタタラタタっていうのは何をしているかというと、言ったらドミソシ、言ったらドレミファソラシドのドミソシの最初の音を、半音下からアプローチ、ドミソシの下からシドミドシャプレファラシドミソドルドドドルドドドル、言ったら ドレミファソラシドのドミソの音を最初の音、ドがあると思うんですけど、ドを半音下からシドミソと言ってると。言ったら半音下からアプローチしてるわけです。例えばじゃあこれをレから始めるスケール、レミファシャプソラシドシャプレ、実音で、精度は、僕らのトランペットで言うと D のね、スケールだと思うんですけれども、それもいう風にやっていくとですね、結構クラシックだったりとか、エチュード系はかなりこういうアプローチは多いかなと。オーケストラみたいなそういうのも多分こういう風なのは結構あると思うんですね。これクロマチックアプローチっていうんですけど、まあそういうのの使い方とかをこれから随時やっていきたいなとも思ってますので、チャンネル登録など、お願いできると嬉しいなと思います、ね、最近まあ 2,3 回ぐらいちょっとジャズの251っていうフレーズ集を上げたんですけど、まあ、非常に受けがそんなによろしくなくて、結構まあ登録者が減ったんですけど多分そのポップスだったり吹奏楽でやってる方々がたくさん多いと思うんですけれども、僕がぜひやってもらいたいのは、クラシックの人もジャズの人もやっぱりその両方とも同じ音楽なので、で同じ要素、共通する要素っていうのが、確実にこれあるんですね。双方面においてはクラシックの技術っていうのは必要だし、コードとか音の成り立ちとかそういうのも考えるのであれば、やっぱジャズのこのコードっていうのは必須です。ポップスをやってる方でもこれを知っとかなくてはいけないということも、まあ絶対とは言わないですけど、確実にその立体的な面、やっぱりあらゆる方向からですね、自分のいつも吹いているものが何だろうね、見方がすごく変わってくるんですね。まあ本当に細かいなって思うかもしれないんですけど、僕はすごくやっぱ見方とか、この音ってこういう意味があってこういう風に吹かなくちゃいけないんだとかっていうのが分かってくるんですけど、まあ昔僕は吹奏楽とかやってた頃はそういうこと分からずに、とりあえず綺麗な音で間違えずにっていうことを考えたんですけど、やっぱプロになるとそういう風な先のことを考えなくちゃいけないので、ぜひそのまあコードのことだったりっていう勉強を、難しいからって思うんですけど、一個ずつね、一個ずつやれば難しくないんで、本当にぜひそれをやって、もらえるとね、音楽ライフは絶対変わると思うので、毛嫌いせずにコードとかをこれから一緒にやっていけたらいいなと思いますので、ぜひ皆様のサポートになれるかなと思います。ぜひ他のチャンネルとかもね、僕のやつ見てもらえると嬉しいなと思います。